金す鈴、金す鈴、金す鈴、1903年、明治36年4月11日から1930年、昭和5年3月10日は、大正時代末期から昭和時代初期にかけて活躍した日本の同謡詩人、本名、金子テル。大正末期から昭和初期にかけて、26歳で死去するまでに504編もの詩を綴ったとされる。 1923年、大正12年9月に、童話、婦人クラブ、婦人画報、金の星の四子に一斉に氏が、掲載さ、西上八十からは、若き同謡詩人の中の巨星と称賛された。山口県大津郡、千崎村、現、長門市、千崎の生まれ、軍立深川高等女学校、現、山口県立大津緑を高等学校卒業。 父は、妻、ミスズの母の妹のと次先である下関の書店、上山文秀堂の申告栄光店長だったが、1906年、明治39年2月10日、ミスズが3歳の時に、申告で不慮の死を遂げる。劇団若草の創始者である、上山忠佑、本名、上山翔介は、彼女の実定であるが、幼くして、母の妹、ミスズにとっては、 おばの突ぎ先である上山家に養子に出されている。おばの死後、章介の養父と美鈴の母が再婚したため、美鈴も下関に移り住む。同時に、美鈴と宮尾佑は、実の指定でありつつ、義理の指定の関係となる。1926年、大正15年、おじ、義父の経営する、上山文秀堂の番頭角の男性と結婚し、娘を一人も受ける。しかし、 夫は、正介との不仲から、次第に幼児に礼遇されるようになり、女性問題を原因に、上山文秀堂を追われることとなる。ミスズは夫に従ったものの、自暴自棄になった夫の宝刀は収まらず、後ろめたさからか、ミスズに、死の投稿、死人仲間との文通を禁じた。さらにミスズに臨病を感染させるなどしたことから1930年、昭和5年2月に、 正式な離婚が決まった、手続き上は成立していない。ミスズは、せめて娘を手元で育てたいと要求し、夫も一度は受け入れたが、すぐに考えを翻し、娘の親権を強行に要求。夫への抵抗心から同年3月10日、ミスズは、娘を自分の母に託すことを懇願する衣装を残し、服毒自殺、去年28、数え年。 二十六年の短い生涯を閉じた。法名は、釈太へ春のに。代表作には、私と小鳥と鈴と、や、大漁などがある。仙崎は、古くから捕鯨で成り立っていた漁師の村であった。クジラに対する異形の念から、クジラバカが存在する。金子美鈴は、クジラの供養のために、クジラ放をする地域の習わしに感銘し、クジラ放という作品をいている。 自然と共に生き、小さな命を慈しむ思い、命なき者への優しい眼差しが、金子み鈴の詩集の原点とも言われ、お魚、大漁などにつながっている。金子み鈴の詩は長らく忘れられていたが、岩波文庫、日本動洋集の大漁を読んだ詩人の矢崎節らの努力で、移行集が発掘され、1984年に出版されるや、 しわたたく間に有名になった。翌年の東京大学の国語の入試問題、1985年国語第2問には、積もった雪、大量が採用されている。現在では代表作、私と小鳥と鈴と、が小学校の国語教科書に採用されることも多い。また、このことをきっかけに、地元長戸でも、ミスズの再評価が行われることとなり、 ミスズの生誕100年目にあたる2003年4月11日には、聖カートに、金子ミスズ記念館が開館。ミスズが少女期を過ごした家を復元するとともに、直筆の試作のメモなどが展示されている。また、長州新聞によると、かつて長州新聞の主観であった、福田正義が矢崎を遥かに遡る1937年、雑誌、話の関門の中で、 金子みすずの生涯と作品を紹介したとしている。ただし、当時の福田の紹介は、地元、下関の雑誌で掲載されたものであり、後の矢崎の紹介ほど、広く知らしめるには至らなかった。みすずの詩はもともと曲を付けられることを想定したものではなかったが、施策への評価の広まりとともに、同様、歌曲、合唱曲として、中田義直池部慎一郎、 吉岡茂美、李正美、沢地恵美、野田純子、石若正也をはじめとする作曲家や歌手によって広く作曲されている。西村直樹、大西進のようにすべての詩に付曲した者も,もいる。2006年12月には、私と小鳥と鈴との詩に、作曲家の杉本隆一が曲を作り、テノール歌手、荒垣つが、アルバム、日本を歌う内で発表している。 この楽曲は、その年の NHK、みんなの歌でも放送された。またピアニスト、作曲家の小原隆は、2006年、第17回層学堂日本歌曲コンクールにおいて、小太り、お話の歌の一に作曲、中田義直賞を受賞。これを機会に、お話の歌連作5編にすべて作曲している。作曲家である、浜啓介は、名優。 大津明の墓所を訪れたことをきっかけに、ミスズを知り、その壮大な世界観を、フルオーケストラで表現したいと、八編に作曲。編曲、服部隆之、タ四季、沢谷博士、演奏、新日本フィルハーモニー交響楽団、テノール、佐野茂弘、ソプラノ、佐藤忍というメンバーでのレコーディングを経て、CD、ミスズの歌、金子美ミスズミ浜ツ・ハマケイスケ、 エーベックスクラシックスをリリースしている。白井道代は2枚のアルバムにより計30曲の歌を発表しており、サポートメンバーとして2個の県民も参加している。ミスズと同郷の歌詞ちひは、金子ミスズの詞の50編近くに作曲し歌っており、2004年から2010年の間に、ファースト CD アルバム、私と小鳥と鈴と、セカンド、星と、タンポポ、サード、 大量、フォース、花の魂、ベストアルバム、私と小鳥と鈴とと、明るい方へをリリースしている。千尋作曲の、私と小鳥と鈴と、星とタンポポの2曲は、精神者八巻の歌集、さあ歌おう、山口県版にも掲載されており、帝国書院八巻、歌が紡ぐ日本の地図の山口県ページには、鯨方へが紹介されている。2011年、 パーソナリティを千尋が務めた FM 山口製作特別番組こだ玉でしょうか今金込み鈴の心を聞きたいでは矢崎らのインタビューを交え長戸市通地区にある高岸寺の鯨方へ鯨江光の様子も紹介したもので第7回日本放送文化大賞ラジオ部門の準グランプリを受賞し全国放送された2016年には金込み鈴の歌14編と 矢崎節夫の2編を収録した CD アルバム、リボーンリボーン金子ミスズをリリースしており、このアルバムには、西本明、小西照尾が編曲に参加、レコーディングエンジニアには、青野光正が参加。また、森勇も、金子ミスズの詩に80編近く作曲し1985年から、ミスズの歌を歌い続けており、森が作曲した、私と小鳥と鈴と、は、 金込鈴の母校である、長戸市立仙崎小学校で、第二校歌とて歌われている。安ずまた脚本、演出による、小玉でセウカー同様詩人、金込鈴その愛と、詩は7人の作曲家によって、クジラ方へ、葉っぱの赤ちゃんなど25曲に付曲し、語り朗読でミスズの詩と人生を綴り、日本クラウンから CD 発売され、また舞台化もされた。 n h k イーテレの子供向け番組、日本語で遊ぼでは、狂言として野村万載がアレンジした大量が番組内での歌として、私と小鳥と鈴とが使用されているほか、ミスズの詩のフレーズを題材にした回も複数制作されている。メディアへの露出としては、ラジオ大阪1 3 1 4トステーションの携帯サイト、 声優 V ステーション3分ラジオで2003年6月19日から2004年1月5日に、金子美鈴の詩を朗読する、プログラム、小森学美おやすみ、ポエムが公開され、後に CD 化された。TBS ラジオのミニ番組、同様詩人金、金子美鈴でも、試作の朗読が放送されていた。美ミスズの作品の一つ、小玉でしょうか。現代小玉でせうかを取り上げた。 AC ジャパンの CM、歌手、UA による朗読が、東北地方太平洋沖地震に伴う、CM 差し替えにより、多く露出したことより、金子ミスズ全集の売り上げが伸び、地震の影響で重版が困難なことから、金子ミスズ同様集、小玉でしょうかとして、急遽電子書籍化されるなどの広まりが見られる。また、小玉でしょうか 独特の語調をパロディにした作品がインターネット上で広まるなどの話題を呼んでいる。この影響もあって、金子ミスズ記念館の入場者数が急増、2011年5月に100万人を突破した。金子ミスズの作品そのものの著作権は作者である、ミスズの死後50年を過ぎており消滅しているが、著作権の保護期間参照、作品集を出版しているジュラ出版局を窓口と、 する、金子ミスズ著作保存は、ミスズ作品を利用する際には、同会の許可を得るよう求めている。その理由として、ジュラ出版局は、著作の大半が生前未発表であったこと、並びに未発表作品を一般に広めるきっかけとな、金子ミスズ全集、ジュラ出版局による二次的著作権の存続を挙げている。このこともあり、ミスズ作品は、青空文庫にも収録されていない。 この点には、矢崎らの金子ミスズ著作保存会の姿勢に対して疑念を持つ者も,も存在し、福田による紹介を取り上げた長州新聞も著作を独占しているとして、矢崎を記事内で批判している。また、ミスズの数奇な人生は後に映画、テレビドラマ、舞台などで演じられており、劇中で試作が紹介されることも少なくない。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。